しそう。なんかね、次の撮影いつもと違った雰囲気なんだって。プロデューサーさんから新鮮な気持ちで楽しめると思うって言われたからめっちゃワクワクしてるの。そうなんだ。どんなか気になるね。天下ちゃんにも後で教えてあげるね。ちゆき、そこの雑誌取って自分で、へい、いつもと違うお仕事、どんなだろう。ねえ、もう、ん？なあちゃんと千雪さん、なんか変。どうして？落ち着いて。天下はしっかりしなくちゃ。まず原因考えて。じゃあなんかすごく変なおやつ食べた？電話、プロデューサーさん助けて。出ない。どうしよう。プロデューサーさん、これ早く見て。アマナ、この後は何も。さあ、これはね。お仕事の練習？私とアマナちゃん
今度ダウナー系男子になるの。なんかね、次の撮影いつもと違った雰囲気なんだって。あ、いつもと違った雰囲気の？うん、だからそれっぽいキャラクターを真似して二人で過ごしてたの。そっか、よかった。心配させちゃってごめんね。ううん、大丈夫。にぃ、うん、天下ちゃん、ちゆきさん、プロデューサーさんは大丈夫じゃなさそうなんだけど。私と天菜ちゃんのことすごく心配してくださってる？わ、さっき天下プロデューサーさんに。これ送っちゃった。助けてプロデューサーさん、なあちゃんとちゆきさんが大変です。ああ、みんなでごめんなさいのメッセージしよっか。そうだね、うん、ありがとうございます。どうも。どうも。お疲れ様。ちゆきさん、ダウナーの雰囲気にめっちゃ磨きがかかってたね。実はね、コツを見つけちゃったの。なになに、教えて。今日は結構ハードだったな。今絶対やらなくちゃいけないことはないかな。いつもより疲れてる日ってちょっとだけだらけちゃったりしない？するする。その時に自分がしている表情を撮って観察して、撮影用にデフォルメしてみたの。そうしたらとてもスッと入ってきたんだ。めっちゃ賢い方法。自分をお手本にすると自然にできるもんね。あ、その時の映像って残ってたりする？疲れてるちゆきさん見たい。万が一不出です。残念。でもそういう天菜ちゃんも前より上達してたよね。何か掴んだのかな。ねえ、天菜はね、お出かけ
久しぶりだから、今度仕事でこういう演技っていうか雰囲気が必要になるんだ。それでなるべく慣れておこうって思って、先に伝えておかなくてごめん。天下ちゃん、普段は別に普通でも大丈夫じゃない？でも、なあちゃん、ダウナーと真逆だから、撮影いい感じにするならダウナーなるべくキープ。そっか、そうだね、わかった。ということで、なあちゃんはしばらくダウナーです。です。っていう感じで、天下ちゃんに手伝ってもらって、なるべく長くダウナーアマナでいたの。アマナちゃんも面白いやり方をしたんだね。ただいまなあちゃん。どうしたの？ママが大変なこと言ってて。大変なこと？なあちゃんみたいに天下が活発キープしてるとこ見てみたいって。天下無理。それめっちゃいいね。じゃあ早速どこか出かけよう。お買い物、カフェ、どこ？